い、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ミニバンドを使って10分間全身ワークアウトを行っていきましょう。10分間やりきることで全身の筋肉を使うことができます。そしてこのバンドを使うことによって少し負荷を上げることができますので、より効果的な10分になります。では一緒に頑張っていきましょう。はい、まずは寝っ転がってゴムを引っ張っていきます。上半身少し起こして下腹をしっかり使っていきましょう。ゴムがない方はゴムなしでも OK です。ゴムがあって辛い方はゴムなしです。10分やりきっていきましょう。OK、 今度は背中を使います。ゴムをしっかり引っ張って動かします。しっかり横に引っ張って肩、背中を使っていきましょう。できるだけ横に引っ張ってください。しっかり胸張っていきましょう。今度は足を少し浮かせて足を開きます。さあ行きましょう。下腹と中臀筋、小臀筋を使っていきます。まあまあ辛いですね、これね。お尻が痛い。ゴムを開いて手をついてプッシュアップです。辛い方は膝ついて OK です。マイペースでいきましょう。今度は膝上にゴムを置いて足を開いてですね、スクワットです。行きましょう。しっかりゴム開きます。ゴムを開くことによってフォームが安定します。
サウナスーツがすごくひっつく。今度は膝を開いて閉じていきます。ひっつくひっつく。膝パタです。足は閉じます。今度は片手ついて引っ張っていきます。二の腕、背中を使っていきましょう。意外ときつい。あと少し。ダメ。よっしゃ、反対行きます。意外とだるい。よっしゃ、今度は反対です。よし、行きましょう。しっかり二の腕と肩甲骨を動かしていきましょう。さっきのプッシュアップが効いてる。肩がだるい。頑張っていこう。きつい。オーケー。ああ、サウナスーツがひっつく。今度は歩いていきます。よし、あと少し。だんだんとこも引っ張る感じです。最後はバタ足です。
10分間お疲れ様でした。レジスタンスバンドをね使うことによってより負荷がね加わりますから、何も使わない10分間よりもですねしっかり筋肉に効いてると思います。また次回もレジスタンスバンドを使って10分間動きますので、持ってない方はですね説明欄のリンクにぜひ遊びに行ってみてください。この5本ぐらいセットになっても1000円ぐらいですから、とってもねエクササイズに効果的に使えるグッズになりますので、これから一緒にレジスタンスバンドを使って脂肪燃焼していきましょう。今回もご視聴ありがとうございました。サウナスーツをね着て動くとやっぱり暑い。そしてやっぱり酸素があんまりね、皮膚呼吸がまあできないせいか結構きつく感じますね。しっかり汗をかきたいよって方はサウナスーツを着て10分間動きましょう。